どうもです。私はですね、今グアムに来ているわけでございますけども、まあ、今ね、朝といいますか11時なんですよね。だからブランチのこう時間なんですけども、ここアイホップね、ここを紹介したくて来ましたというか、まあ、食べに来たついでに撮ってるって感じなんですけども、ここね、過去にハワイとかで動画撮った時に紹介したと思うんですけども、今回改めて個別にね、アイホップの動画を撮ろうかなっていうふうに思ってます。こう世界一美味しい朝食とかってなんかビルズとかってありますよね。私はねビルズじゃないと思います。アイホップだと思います。世界一美味しいのはそれぐらいね好きでして、まあアメリカにあるねファミリーレストラン系のところなんですけども、まあそこをね紹介させていただこうかなみたいな。だからぜひとも皆さんに来てほしいんですけど、とりあえずお腹も減ったんでね、外も暑いですし、早速中に入って、まあ、いろいろメニューとか見てね注文してみたいと思います。なかなかこうアメリカンなウェルカムな感じで、とてもね、こう見るとグアム本当にアメリカだなっていうふうに思うんですけど、こんな感じでまあハンバーガーとか、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱりこう朝食系のやつがねめちゃめちゃうまいですよね。こんなオムレットとかね日本じゃ見ないでしょ。これがまあ17ドルとか、まあ、決して安くはないですけども、まあ、ね、アメリカ来たぐらいはいいんじゃないでしょうか。それ私が好きなのはこうやってパンケーキがついてるね、もう典型的なこうなんかアメリカンブレックファーストみたいな。最近だと健康志向で食べてる人も少ないかもしれないですけど、いや私は好きですねなんかこういったなんかパンケーキとかとてもね充実しているので、ちょっとここら辺を注文してみようかなというふうに思います。はい、おお、これとかすごいですね。ちょっとでもこれは美味しくなさそう。はい、こういったものとなっております。注文してきたやつが来ました。パンケーキとさらに目玉焼き、ソーセージ、ベーコン、スパム、そしてポテトということで、ね、もうこれ以上最高の朝ごはんないんではないでしょうか。まあ、すごいボリュームですけどね。で当然コーヒーということで、ね、アイホップ製の、まあ、カップでお出迎え、まあ、ちょっとね色が違うっていうのもまあまあまあ、これもなんかアイホップらしくていいと思います。それでこんな風にネバーエンプティーコーヒーみたいなね、1人4ドルで注文することができまして、飲み放題でございます。体に悪い感じが、まあ、日本だとねこれが習慣づいたらやばいと思うんですけど、こうアメリカに来た時ぐらいはねいいんではないでしょうか。それでねこんな風な何シロップがいろいろありまして、これだとブルーベリー、あとストロベリー、バターピーナッツ、あ、じゃあバターピーカン、あとはこうねこんな風にいろいろありまして、私はこういろいろ過去に調べた結果ブルーベリーが一番おいしいと思って、これをもう最近は 100% かけるようにしてるんですけど、こんな感じ、おお、見づらい、うん、なんかこの店ってアイホップって昔は日本にもあったみたいですね。なんか茨城県かな、なんかそこにあったっていう風に聞いたんですけど、うん、その海海岸沿いにでもなくなっちゃったということで、まあね日本にもいろいろ美味しいこう朝ごはん食べるファミリーレストランとかあると思いますけど、でもまあこのだけのブルームをね出せるとこはないんで、なくなったのはちょっと残念ですけど、まあでもねこれが日本にあったらもう毎週通っちゃうんで、逆になくなってよかったのかなみたいな、まあ、ハワイとかねそういった時来た時だけなんか許されるみたいな朝食であってほしい。正直僕は今シラトン泊まってるんですけど、シラトンの朝食よりも10倍ぐらいうまいです。ちょっとねしょっぱいんですけど、まあゆっくり朝食の時間をね楽しみたいと思います。今回40度で、まあ、グアムはあれですね、昨日の店もそうだったんですけど 10% のサービス料がもう最初から含まれてますね。まあチップ文化っていうのはだから別に払わなくてもいいと思いますし、まあ
なんか気持ちよかったら払った方が、まあ、10% ぐらいね払った方がいいっていう風な感じなんですかね。まあ、現地の方はどうしてるか分かんないんですけども、まあ、今日はいろいろ親切していただいたんでプラス 10% ぐらいしとこうかなというふうに思うんですけども、というわけで今からクレジットから払います。いやー美味しかったです。でもめっちゃしょっぱかったです。パンケーキだけでいいかな、うん、そうパンケーキだけ食べることを専念することをお勧めします。こんな感じでね、シロップが食べてくださいっていうふうに、ね、言ってるような感じがするんで、外の風景はこんな感じでございます。美味しく食べました。ここの iHOP に関してはね、フロントでお金払うって日本の普通のなんか店みたいな感じで、普通だとねこうアメリカだとこう机でまあこうねお金払ったりとかして、結構ねこうアイコンタクトしないといけないんで、こう手挙げてる人なんで誰もいないんで、ね、ちょっとちょっとみたいな感じで、ね、こうテーブルのねこう担当の人が来て、その人をこう ずっと待っとかないといけない時間かかるんですけど、フロントでこうね決済するいいですね。ぜひともねこれもっと増えてほしいんですけど、世界一美味しい朝食食べさせていただきました。いやもう本当お腹いっぱいで、ね、もう夕方までいらないって感じなんですねぜひともね、まあ、皆さんグアム、ハワイ、アメリカ本土にもありますので Google マップで iHOP って検索したらね出てきますので、ぜひとも来てみてください。とても美味しいです。と特にパンケーキがおすすめです。まあ、この動画面白かった、役に立ったって人はぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログやってますので、フォローとチェックしていただけ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じでいろいろねこうアメリカのなんかチェーン店みたいなところでどんどんデビューしていきたいなっていうふうにもちょっと若干思ってますので、まあ、好評であれば続きます。好評でなければしれっとなくなっていると思います。こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。